ロゼッタ将軍、演習は終了しました。基地に戻りましょう。ロゼッタ、おーい、うわっ、うお、なんだ。やっと気づいた。アンカ、たちの悪い冗談はやめろ。脅かしたのはベルゼだけどね。へっへっ、久しぶりにちゃんと人間を脅かした気がするぜ。まったく、何の用だ。相手をしている暇はないぞ。ぼーっとして忙しそうには見えなかったけど。大魔王サタン。おお、それ多い。大魔王様といい、名を呼んだだけでお前たちほどの者がそれだけ取り乱す。そんな相手に私は会いに行くことになった。なんだと？どういうことだロゼッタ。リリス様がサタン殿との謁見の機会を作ってくださったのです。何？なぜそんなものを。我らが魔物の里で行った非道を直接謝罪するためです。それにあたって献上品を持っていきたいのだが、魔物の王が何をもらって喜ぶのかまるで見当がつかない。下手なものを送って怒りを買っては元も子もないし、実に頭が痛い。納得。そりゃ頭を抱えるわ。おじい様、怒ったら怖いもんね。怒らなくても怖いぞ。王子やシーフならわかるのではないか。宝物庫にいろいろ集めてるし、珍しいものでいいんじゃないか。大魔王様は読書家ですから、本というのもありでしょうな。本なら心当たりがある。ジョーカー団とやらが持っているという幻の禁書なら献上品にぴったりだろう。私は珍しいものに心当たりがある。あくまで噂だが、フォレスト湖の小洞窟に誰かが寝かせたままのブドウジュースがあるそうだ。質のいいヴィンテージブドウジュースは下手な宝石より希少で価値がある。魔物の王への献上品にふさわしいはずだ。もっとも湖には危険な生物がいて、持ち帰れるかはわからんがな。幻の禁書の方はどこにあるの。ジョーカー団のアジトだろうな。そちらはそちらでジョーカー団と一戦交える覚悟が必要かもしれん。どちらにせよ危険がついてくるんじゃな。それならば心配無用だ。いずれであっても私が取りに行く。それはいけません。まだ体の調子が戻りきっていないでしょう。だからといって死者であるお前に危険を犯させるわけにはいかん。それに魔物に対する罪は私のものだ。私が行くのが筋だろう。しかし。だったら私たちが行けばいいんじゃない。ロゼッタたちが行くより確実に手に入れられるでしょ。それにもっといいものを思いつくかもしれないしね。とても嫌そうな顔をしているが、任せてもいいのだろうか。まあ下手なもの持っていかれて父上の機嫌が悪くなるのは嫌だし、しょうがねえ、言ってやるよ。恩に着る。では私は一足先に魔物の里へ向かうことにする。謁見のタイミングはサタン殿次第ということらしいからな。おそらく里で待つことになる。私も行こう。本来許しを請うべきは私だ。わかりました。では共に行きましょう。ベルゼブブ、すまないがよろしく頼む。へいへい。
けじゃなくて岩山も結構目立つな。そうか、サンドランドとは別の意味で危険を伴う環境のようだ。その方が旅のしがいがあるからワクワクしていいじゃん。盗賊団だよな、絶対。間違いないだろう。ほんと、盗賊団とジャンカーはどこにでもいるよね。なんで盗賊団ってその辺にマークを書くんだろうな。文字通りマーキングしてるんでしょう。動物のようなものです。俺たちも魔物のマークを作るか。聞いてましたか、あれは。まあ、ちっとは楽しかったぞ。楽しかったぞ。盗賊団が溢れておるぞ。囲まれると面倒だな。待ち伏せに気をつけろ。油断は禁物だ。俺は悪魔の王子だぜ。何が来たって楽勝楽勝。それを油断って言うんじゃ。
石を利用したアジトか。中は盗賊団で溢れておるぞ。囲まれると面倒だな。なもんかな。ま、こんなもんかな。ま、こんなもんかな。ロゼッタが言ってた幻の禁書ってこれのことだよな。そうだね。おじい様への献上品はこれで決まり？二人を待たせてるし、一度決めたらもう帰られないよ。わかった。もう少し考えてみよう。ロゼッタが言って、そうだ、二人を。じゃあ決まり。魔物の里で待っているんじゃったな。ほった。サタン殿は我らを許してくださるだろうか。父上へのプレゼント持ってきたぞ。幻の禁書ってこれだろ。ああ、まさしく。よく手に入れてくれた。礼を言う。そんなことより父上を怒らせるなよ。俺まで迷惑するんだからな。ベルゼブブ、その二人を俺のところまで案内してこい。父上、わかりました。どうした。父上がお前たちを案内してこいって。そうか。いよいよ目通りが叶うのだな。連れてきました。この度は拝謁の機会をいただき
心より御礼申し上げます。私はフォレストランド軍の将軍ロゼッタと申し。面倒な挨拶などいらん。さっさと本題に入れ。はい。その前にまずこちらの品をお納めください。ほう、幻の金書か。さすが、ご存知でしたか。当然だ、俺が書いたものだからな。なんと、そうとも知らず、とんだ失礼を。構わん、久しぶりに読み返すのも一興だ。それで、本題は。これまでの数々の無礼と非道な行いを心よりお詫び申し上げます。その上で勝手は重々承知でお願いがございます。どうかフォレストランドと友好関係を結んでいただきたく。ふざけるな。 お怒りは私に。魔物の里の襲撃に娘は関わっておりません。この俺が人間などと友好を結ぶはずがないだろう。ふざけたことを言っていないで、用が済んだのなら出て行け。しかしそれでは。バカ、いいから行くぞ。お前、父上が出て行けって言ったらすぐに言うこと聞けよな。ヒヤヒヤしたじゃんか。いや、しかし私たちは許しを請うために来たのだから。あのな、父上が本気で怒ってたらお前らの国が無事なわけないだろ。どういう意味だ。すでに許してくださっているということだろう。いや、まあ許したかどうかは分かんないけどさ。でも本気では怒ってないんだから、怒らせるようなことすんなっての。そうか、魔物の機微は難しいな。少しずつ分かっていけばいいよ。そうだな、分かり合うための時間はある。父上、先ほどはかばってくださりありがとうございました。お前の真似をしただけだ。ベルゼブブ、世話になった。改めて礼を言う。こんなことしかできないが、謝礼を受け取ってほしい。お、サンキュー。コロッと許しましたな。うるせえ、俺は心が広いんだ。あ、今のおじいさまが聞いたら怒りそう。絶対告げ口すんなよ。